シュルギ王が寄贈したと伝わる三日月の門入りの一、に皆のおもり。月神はジオリテの神殿で用いられたという。紀元前21世紀初頭、ルーブル美術館古代エジプト美術部門修造。シュルギの持参は、紀元前2100から2000年に、年度版に記されたシュメール神話。シュルギ王と自然及び、シュメールの神々の関係について語られる。 この物語は、ペンシルベニア大学考古学人類学博物館が、ニップルで発掘した、粘土版の解読により世よに知られることとなる。この粘土版は、バビロン第一王朝に制作されたといい、寸法は7インチ X5.4 インチ X サイアツブ、1.6インチ。1918年、ジョージアーロンバートン著、ミセレーニアス・バブロニアにインスクリプションズで、 第3編、鈍義への成果として出版された。1981年に発表されたジャコブ・クラインの編集では前述の CBS-11065 に、加え、他の年度版、同8289と同4571及び、同5379などの翻訳がまとめられている。ペンシルベニア大学の考古学人類学博物館の資料は、 設計文字電子資料館イニシアチブに登録されている。CDD は世界に50万点あると推定される設計文字の年度版のうち24万6000点を網羅し画像とカタログ情報を電子化して公開研究者や博物館学芸員の利用に供している。ありがとうございます。